時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。東京バンティアンクルーズ株式会社営業課の大柴拓磨さんにお越しいただきました。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかすごくお得な情報をお持ちいただきまして、そうそう、10月、うん、もうちょっとお日にち近いんですけども、はい、10月の12日、はい、祝日の日なんですけども、はい、いつもと違う時間で11時半に出航する、はい、マルシェドバンティアンと銘打って、はい、イベントクルーズになるんですけど、はい、船内のすべてのフロアが、日本中の、産地から集めた食材で、はい、いわゆるビュッフェをご提供するというイベントクルーズになりまして、今回で第2回の開催になります。フロアが東日本、西日本、それから今回新しく、はい、東京諸島と東海汽船グループでは呼んでるんですが、はい、伊豆諸島、小笠原からも食材が集まりまして、ビュッフェイベントを行いますと。すごく安いんですけども。そうですね、ただ今回はですね、うんうん、いつもお世話になっております、レインボータウン FM 様、はい、リスナーの方に、はい、この番組をお聞きいただいて、リスナーの方とおっしゃっていただければ、予約の際にですね、通常7000円のところが大人お一人6300円に、おっとそれからお子様も5000円のところが、4500円に、おっと、特別価格でご提供させていただければと思います。 10% 割引ですよ、すごいですね。で、ね、私たちも、ね、はいはい、何度かこれバンティアンクルーズ、はい、乗せていただいたんですが、はい、お料理美味しいよね。美味しいですよね。確かにね、ね、シェフさんもすごい若い方なんですが、すごい腕がいいシェフさんですよね。そうですね、かなりこだわりを持って、毎日お料理の方作らせていただいて、特に最近はかなり力を入れているのが各、産地の生産者の方にお会いして、食材を選んで取り入れるというのをかなり、こだわりを持ってまして、今回もそうですね、はい、マルシェドバンティア、マルシェって意味わかります？ん、市場じゃないの？あ、そうそう、あ、よくどこの言葉だったっけ？フランス語だね。そう、それでね、今これ私見てと思ったんです。北海道からかぼちゃのプリンですとか、はい、噛み込み豚のバファブで、これはね絶対お得。ほら、北海道って食材すっごい豊富じゃないですか。はい、はい、で、北海道のかぼちゃってね、どこのかぼちゃも甘いんですよ。だけどね、北海道のかぼちゃって種類がいっぱいあるんですよ。でプリン向きの十勝さんの多分かぼちゃを使ってるんだと思うんですね。で、仙台和牛のローストですとか、あと安曇野産のリンゴ、そうですね、鹿児島県から紫芋のポタージュだって、これはいかない手はないね。長崎、熊本の、そうですね、雅台というブランドの鯛になりますね。雅台のグラタンですよ、すごいですよね。東京諸島のべっこう漬け、おお、だからほら、今伊豆七島からも食材はね、そうですね、出てくるっておっしゃってましたよね。諸島の方々にも、はい、ご協力いただきまして、なので当日は船内で島焼酎の試飲ですとか、島焼酎、そうですね、あら、いいですね、うん、はい、それからあとはお子様連れのお客様はですね、普段は見ることはできないバンティアン号の操縦室、操舵室ですね、こちらをご見学が可能ということで、あら、子供さん喜ぶよね。喜びます ね、うん、ね、ぜひこの日だけですもんね。そうですね、1日限りのイベントになります。限定ですよね、はい、2015年10月の12日、月曜日の祝日ですね。はい、ね、はい、これ11時30分から14時まで、これゲートブリッジ特別公開ですから、ぜひぜひ皆さん出かけていただければな、ね、と思うんですが、ね、そうですね、はい、日食形式なので、もう船内自由に回っていただいて、各、フロアのお料理の味をですね、異なりますので、ぜひお召し上がりいただければと。このお問い合わせはどういうふうにすればよろしいですか？はい、お電話でもご予約を受けたまっておりまして、はい、電話番号がですね、03-3436-2121、はい、はい、こちらで、ご予約の際にレインボータウン FM を聞いたとお伝えいただければ、はい、いいですね、その一言を付け加える。そうですね、ぜひレインボータウンを聞いてますよとかね、聞きましたとか一言言っていただければ、ね、いいですね。こちらでマルシェドバンティアとご予約いただければと思いますので、はい、そうですね、あとね、音楽のライブもあるんですって。そうですね、仙台アーティストが回ってですね、音楽でお楽しみいただいたり、はい、そういったこともご用意しておりますので、10月の23日、金曜日なんですけれども、はい、実はこの日がバンティア号の就航記念日になりまして、はい、今年で就航26周年。26周年。
はい、でその感謝を込めまして、うん、はい、限定100名様で、はい、カレーランチ&クルーズ、こちらを実施します、はい、こちらお一人2600円、ほら安い、26人、私も行くんだ、ちなみにこれすごくお得なクルーズだと思うんですね、はい、でバンティアのカレーってすごく美味しいんですよ、ぜひぜひ皆さん出かけていただければなと思います。今年は10月の30日金曜日と31日土曜日ですね、はいはい、ハロウィンパーティービュッフェということで、はい、夜のディナータイムクルーズなんですけれども、はい、こちらハロウィンの、まあビュッフェお料理とあと生演奏とのイベントをご用意してまして、はい、こちら大人の方がですねお一人8800円、はい、お子様5000円ですが、はい、こちらなんとですね仮装でお越しいただいた方、まあ、ハロウィンですので仮装してきた方はですね、大人の方は1000円、はい、お子様は500円割引とさせていただきます。いいね、仮装って言ってもかぼちゃだけかぶってきても大丈夫そうですね審査はないよね。デッキの方も風は強かったりする日もありますので、お気軽にカジュアルな格好で大丈夫ですので、ハロウィンらしい仮装をしてきていただきます。ハロウィンらしいですよ、ね、これが10月の30日と31日、クルーズの時間がですね、はい、19時10分から21時30分ですね、はい、はい、そしてですねこれ私あすごいなと思ったのが低カロリーフレンチデーガールズトーク。そうですね、こちらは11月のもう1杯、1日から30日までの実施で、はい、通常フレンチのコース料理どうしてもかなり総カロリー数高いんですが、そうなんです、これはですね、はい、700キロカロリーに抑えたとてもヘルシーなです、ね、そうですね、コースで、はい、まあ、そちらにフリードリンクをお付けして、はい、まあ、特に女子会ですとか最近クルーズのご利用多いんですが、はい、まあ、そんな形でお気軽にご利用いただければということでご用意させていただきました。美と健康の秋におすすめですよ、ぜひこれはもう行くしかないですね、はい、これが11月の1日から11月の30日、そうですね、1日から30日でございます、はいはい、そしてまだまだあるんですよ。そうですね、うん、今度は団体様ですが秋のパーティーということで、はい、まあ、食欲の秋にちなんで秋の味覚パーティープランと、はい、こちらはですね、旬の食材と合わせて国産牛のお料理をプラスしたビュッフェ料理になっております。あら、これまたどうしてすごいお安いですよね。そうですね、お昼と夕方のクルーズに関してはお一人様5800円という、はいはい、まず10月の12日の月曜日の祝日ですね、これがマルシェドバンティアン、そして10月の23日カレーランチ&クルーズ、これが2600円ですね、はい、これをぜひ、これそしてですねハロウィンですよね、はい、ハロウィンパーティービュッフェ、これが10月の30日と31日、はい、こちらは、仮装でお越しいただいた方は1000円、お子さんが500円のオフになりますよというプランですね、はい、はい、お一人様8800円が1000円、500円、もしくは500円引きになります。そして低カロリーフレンチでガールズトーク、これが11月の1日から11月の30日まで、はい、1ヶ月間のプランになります、はい、そして秋の味覚パーティープラン、これはもう絶対にこれ行くべきだっていうかさ、すごくいい企画だと思いますね。お一人様5800円、そして、フリードリンクを追加していただいた場合は2600円のところお一人様2000円になりました、600円割引になりますよというプランですね。はい、ありがとうございますね、はい、ぜひぜひ皆さんね申し込んでいただきたいと思うんですが、こちらも先ほどの電話番号でよろしいんでしょうかね。あ、そうですね、はい、お問い合わせは500の番号までいただければ、0334362121、0334362121、まずお電話をしていただいて、どういうプランがあるよっていうのを説明していただけるんですよね。そうですね、お人数様、はい、お日にち、そうです、ね、ご情報いただければスタッフが丁寧にご対応させていただきますので、そうですね、ぜひ皆さんお得なプランですのでお申し込みいただきたいと思います。お待ちしております、はい、東京バンティアンクルーズ株式会社営業の大島拓磨さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。